はいどうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。今日はですね、お友達のミーさんっていうめっちゃ可愛い女の子と公約行動やっていきたいと思います。つながるかな。お疲れ様です。お疲れ様です。おー、よかったよ。こんな深夜にお疲れ様でございます。どうも。眠くないの？ん？眠くないの？あ、でも俺いつもね結構寝るの遅いんで、本当、まあ眠くないと言えば眠いですけど眠くないのかって言われればね眠いですけど、まあ、でも全然普通に起きてる時間ですね、まだね、あらあら、よかった。えみさん眠くないですか？眠いですですよね、ですよね、だっていつももっと早く寝てるでしょ、多分分かんないけど日による。あ、そうなんですか。結構不規則な感じ、寝れる日は8時に寝る。早すぎへん、それちょっと早すぎるやろ、8時はどこのお年寄りですかやめてよ。8時に寝て、意地悪。8時に寝た時は何時に起きるの？その次の日のシフトによるかも。ああね、別にそのなんか8時に寝たから、いや8時に寝たから5時に目が覚めるとかそういうことじゃなくて。ない。普通に寝てるのそこは。うん、そうだよ。めっちゃ寝る子やね、めっちゃ寝る子や。うん、でも育たないの。いやいや、育たんでいいでしょ。育たなくていいと思うよ、もう。いや、もうちょっと。向こうになりたかった。あ、そういう脳が育つ、脳が発達する感じ。身長はもういいわ。あ、そう。いやいや、もう上も横も育たんでいいでしょう、もう。そうね、横はちょっと削りたいぐらい。うん、いや、もう大人ですからミーさんも、もう育たなくていいと思いますよ。そう。いや、まだ子供だから。いや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 。いや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 。19歳だからまだ子供だ。いやまあまあさ、成人してないっていうだけでしょ。R18 とかはもう OK じゃないですか。R18OK じゃないですか。酒とタバコがダメっていうだけじゃないですか。これどうすればいい？いや、適当にあのデュオ行きますか、じゃあ。え？ちょっと横文字なんかもらっていいですか？じゃあちょっとどうしましょうかね。だからどこでもいいんですけど。あの、私招待された方が良かったんじゃないですか？そうしますか。じゃあ私が招待しましょうか、一旦抜けて。お願いいたします。はい、分かりました。少々お待ちください。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はいはい。じゃあ、どのマップがいいとかあります？ちょっとよくわからないです。そうですか。ちなみに、お待たせします。腕前はどんなもんですか？はい、下手です。いや、みんなね、下手ですって言うんですよ。敵が来ると。うん。敵が来ると。動けなくなるタイプ。硬直するんですか？でも一応何キルかはします？ボットとかいたら。日によります。ああ、マジっすか。あ、ボットですね。ボットでしたら、それなりに頑張ります。いきますか。じゃあちょっとあの、キル数勝負しますか、私と。どっちがいっぱいキル数か。無理でしょ。商品出しますよ、商品。頑張る。商品出しましょう。何それ。どれ、何がいいですかね。何がいいですか。うん、わかんない。じゃあ、どういう、ちょっと待って、Android 使ってますよね、これね。はい。じゃあ、Google のカードか、Amazon ギフトか、どっちがいいですか？ Amazon。Amazon の方がいいですか？いや、いいよ、そんなに。申し訳ないから。いやいやいや、勝ったらですよ。ミーさんが勝ったらですよ。じゃあいいじゃないですか、別に。そか。じゃあ勝ったら、あの、勝ったらね、多くキルした方が勝ちね。先に死んじゃっても多くキルしてたらその人勝ちね。
で、じゃあ勝ったら天岐阜を、うん、どうしようかな、2000円ぐらいでしょうかな、2000円分あげます。じゃあお勝ったらね、お前は、うん、私は私勝っても別に何も要求しないんで私は勝っても何も、それはフェアじゃないの。いやいや、いいです、いいです、うん、私は勝っても何も要求しないので、ということで頑張っていきます。頑張っていきましょう。頑張ってください。頑張ってください。はい、ちなみにじゃあマップ、あのね、東京はめっちゃ重たいんで、東京やめて、はい、嵐の半島に行きます。嵐の半島のデュオで、はい、デュオで行きましょう。じゃあデュオって何、2人組のやつです。2人チームのやつですね。うん、わかりました。頑張りましょう。はい。ちなみに普段あんまりやってないですか。そうでございますわね。何その言い方、どうしたんですか。え、これってうん、何でしょうか。私ね、画面出るの遅いんですよ。出た。いいでしょうか。いや、あのマルチダイブにしてあるんでマルチダイブにしてあるんで、多分一緒に下ろしてくれるんですか。はい、一緒に行きましょう。で、一応勝負なんで、一応勝負なんで、あの全然2人点でバラバラのとこ行ってたらダメなんであんまり離れないように、あんまり離れない感じで行きましょう。かしこまりました。はい、ずっとついてきてもらってもいいですけどあ、本当でしょうか。全然いいですよ。だいたい隅っこに行くんですよ、私。いつも、うん、ん、端っこの方に行くんですよ、いつも。なんで、今回も端っこの方に行きます、この辺に。はい、あんまり、いつも友達とかとやってるんですか。リア友。そうですね、いや両方。あ、両方、どっちもどっちですか。リア友とかもやってたし、ネットの人ともやってたけど、うんうん、あの盛り上げ役みたいな。盛り上げ役一人で騒いでる。ああ、いや、でもミーさん声かわいいんでね全然盛り上がるでしょ。へえ、めっちゃ燃えるでしょ。もう違うでしょ。めっちゃ燃えるわ。ちょっとこれちょっと遠すぎたか、これ届かないかもしれない。ごめん、届かなかったらごめん。どう見ても届かないわこれ。ん、ちょっとね、ピン打ったピン打った位置がちょっと遠かった。ごめん。俺もめっちゃ久しぶりなんで、感覚がね、届くだろうと思ったら届かなかった。あ、本当に、うん、やった。めっちゃ久しぶりで、本当に2ヶ月ぶりぐらい。いいね、いいね。あ、そんなに、そんなに毎日やってるイメージ。いえいえ、昔はね、半年ぐらい前は毎日やってましたけど、あ、1年ぐらい前もやってたかな。なんせガチ勢だ。今年になって正月にちょっとやったぐらいなんで、え、どうしよう、こっち行きましょうか、うんうん、はい、こっち行こう、あそこの町に行こう。はい、でもやり方とかは全然大丈夫な感じですかね。人並みには。ああ、なるほど、じゃあ大丈夫ですね。え、打てばいいんでしょ。打てばいいですもん。全然もう、もう私以外の人を見つけたらもう速攻打ってください。即座に打ってください。もうぶち殺してください。いやいやいや、そんなもう怖くてよ。やらないとやられますか、ね。あ、でも私10とかはよくわからないでございます。ああ、大丈夫です。その適当に落ちてるのを取っていけばね、いいですよ。こんなものは適当です。はい、よかった。結構ね、こだわる人はめっちゃこだわりますけどね、自由にね、このセットじゃなきゃ。そう、横文字ばっかり。あの種類だけ分かってればいいんじゃないですかね、10の。え、銃の種類というか、これは狙撃銃とか、これはアサルトライフルとか。ミーさん、わかんないですよ、それ。わかんないですか。わからないです。わからないですか。
大体遠くを撃つのが狙撃銃。そうそう、遠く撃つのが狙撃銃です。うん。狙撃銃でございます。狙撃銃とアサルトのまあ組み合わせがあればまあまあいいんじゃないですかね。多分。アサルトとは。撃たれた撃たれた。待って。めっちゃ撃たれたけど。怖い。どこ行ったどこ行った。敵いるぞ、敵いますよ。あ、いらっしゃった。倒した。わ、すごい。一人倒したけど、やった。まだいるんじゃない？ん？あ、そっか、二人組か。ミーさんのその近くにいません？こいつがあんな遠くから、こいつあんな遠くから撃ってきたのかな。俺建物のとこで撃たれたけど。誰もいないよ。いないっすか。うん、とりあえず誰も意地悪はしてこない。意地悪するやつは許さん。許さん。許さんぞ。めっちゃここに狙撃銃めっちゃ落ちてますけど、いります？いらないっすか。いらないですね。あ、いらないっすか、了解です。潔いいですね、なんかね。こう迷いがないですね、返事にね。ちょっと分かんなかったから、ここ言っちゃった。いやいや、全然いいです。使わない人もいますから。私はいりませんっていう人もね、いますからね。ねえ、敵かと思った。狼さんだった。はい、私です。全然撃ってもらっても構わないです。申し訳ないです。当たらないんで撃ってもらっても大丈夫ですよ。え、当たる。よかったよかった。あいつは結局一人で。でも、誤発すると。5発すると怒る人いますからね、確かにね。5射するとね。やっぱり何打ってんだお前みたいな、紛らわしいわみたいな。私全然怒らないですから。よかった、うん、むしろあの自分もやるんで。ごめん打っちゃったとかあるんでね、自分も。おかみさん心広いですね。いや、もう全然人のこと言えないんで私、本当に。いえいえ、そんな上手じゃないですから私も、はい、嘘だ、本当ですよ。本当ですよ、上手じゃないですよ。私は何も信じない。嘘つかないですよ、うん、嘘つかないですよ。狼さん嘘つかない。うん、狼さんめっちゃ優しい。ちゃんといろいろ撮れてますか。撮ってます、持ってます。うん、わかんないけど、うん、回復だけ持ってればね、まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるんでね。あと隠れてれば。おお、なるほど、うん、どっか移動しますか。ここちょっと狭いんで。あ、でもしますか、範囲がね。ねえ、ね、敵のいないところに行きたいんで私、基本的に。このままサーキットの方行きましょうか。車乗っていっちゃうか。はい、どうぞお乗りください。ありがとうございます。やった、助手席ゲット。ちょっと車がこんな車ですけどね。風通し良すぎるけど、ちょっと車、寒いだろうなこれ今の時期。クソ寒いやろな。そうね、これは景色がよく見えるということ。あ、まあ確かにね、それはありますね。景色は確かによく見えるかも。寒いだろうな、でもな。じゃあこの辺ちょっと、この辺ちょっと見ていきましょうか。はい、よっ。じゃあ私こっち行きます、上の方。かしこまりました、ありがとうございます。多分敵いないでしょ。いたとしてもボットぐらいしかいないと思うんで。わかりました、まあ、ボット見つけたらやっちゃってください。分かってください、はい、ダダダッとやっちゃってください。ボットとしか戦わない。あの飛行機のね、航路からだいぶここ外れてるんで、こんなとこ来る、はい、来る人いないでしょ多分。なるほど、うん、そういうこと。そうそうそう、一発で降りれない場所なんでここは。ああ、
ただね、ボットはいるんですよ。なぜどこから来るのか分かんないですけど。そういうところでもボットは出てくるんでね。ボット、頑張るね。ボット湧いてくるんですよね、どっからともなくね。ボットもイモらないと勝てないから。ボットイモってたら、あ、いるいる、あ、撃った撃った、ごしゃごしゃった。え、私が撃った、え、今銃声しましたよ。しました、撃ったかもしれない。あ、じゃあ OK です。撃たれたら、クソージはマジですいません。撃たれたら言ってくださいね、助けに行くんでね。あ、ありがとうございます。いや、いるじゃん、やっぱり。いるいる。誰かいるな。いらっしゃる、いらっしゃる、いらっしゃる。いらっしゃるよ。赤い服着た人がいらっしゃる。やれやれ。やっちゃえ、やっちゃえ。人怖い、人怖い、人怖い。じゃあ、ボットでしょ、多分。多分、ボットだと思うよ。いるいるいる。あ、やった、ボットかな。めっちゃピクピクしてる。ナイスです、やった、ナイスです。やったーやったやった。多分ね、人間はこんなとこ来ない。さっきの話じゃないけど。そうそう、かわいいのにかぶってやがって。奪いました、奪ってないですか。奪いません。あ、もう持てないな、リュックが俺ちっちゃいんだよ。シャギン、1キルしましたね、やりましたね、1キルしましたよ。これ同点じゃないですか、同点ですよ。やった。これでもし私が死んだら、そう、私がもしこれ死んだらですね、ミーさんあと1キル頑張ってすれば勝ちですよ。一、はい、人で1キルは厳しいものが。まあボットに合うかどうかとか割と運な部分はありますからね。ああ、なるほど、うん、そろそろ縮まってきたんで移動の準備をしなきゃ。はい、どっちに行くかな、下に行くかな。 あ、遠い水工場の方か。車で行きましょうか。はい、あ、なんか変なところに何かやってた。でも厳しそうだな、これどこ行っても激戦ですね。ちょっと山の上とか行っちゃうかな。山の上、うん、山の上とか行きましょうか。こうやっぱりせっかくのデートなんでね、死にたくないんで。なるべく生き残りたい。車爆発とか言える。いや、それ二人とも死ぬやん、それ。ドライブデートバカ。あ、車いる、車いる、車いる、左に。しかも早い、向こうのが早い。追っかけてきてる？撃って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 撃たれて撃たれてる。後ろ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 。え、後ろ。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。やばい、これ死ぬか。あ、引かれた、死んだ。無理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 。怖い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 。一人一人。あ、死んじゃった俺。あ、死んじゃった。苦しいよ。分かったよ。やばい。あ、同点でしたね。これはちょっとドローなんで。もう一回やりますか。ドローということで。